こんにちはメンズファッション研究家大山俊ですいやーいよいよ梅雨が明けましたね 長い梅雨の期間を経てですねこれだけ涼しい期間が長いと今年はもう夏がやって来ないんじゃないのかなと思ったりもしたんですがようやくこれから夏本番ということで最近は暑い日が続いているわけなんですが皆さんはいかがお過ごしでしょうか僕はですねこの時期になるともちろんファッションも好きなんだけどやっぱりこの夏をですね楽しむためになるべく身軽でですね涼しい着こなしというものを意識するようにしています。まあ、それは 僕だって10代20代の頃はファッションを優先して夏でもある程度ですねきれいめな着こなしをしてたこともあったんですが最近はねなかなかそこまでの我慢ができなくなりましてもう夏になると半袖短パンっていうもうめちゃくちゃカジュアルな着こなしをすることがだんだん増えてきたんですね、まあ、正直ですね大人の男性ってカジュアルと綺麗めのバランスが大事だという話をよくしているので少し綺麗めに振った方がいいかなと思うんですが、まあ、僕自身は。 暑くてですねやっぱりちょっとカジュアルな着こなしの方を優先しがちだなというところで反省もあるんですが、まあ、きっとこの動画を見ていただいている方の中には僕と同じようなちょっとズボラなところを持っている方も中にはいらっしゃるのかなと思っていますまあファッションも大事だけどやっぱり涼しくて快適なのがいいよねって感じるあなたのためにですね今回はなるべく涼しい着こなしの中でファッションを楽しむ方法として3つの具体的な方法を を皆さんと一緒にシェアをしてみたいなと思っています今はね撮影のために僕はカーディガンなんかを羽織っていますけどもめちゃくちゃ暑いですね下はもちろん短パンですまあ、撮影の時ぐらいは我慢できるんですけども外に出る時にはですねやっぱり子供と遊ぶのではしゃいだりすることもあるしやっぱり海だとか山とかに行く時には半袖短パンっていうところはもう間違いなく便利かなと思いますまあ、このドカジュアルな組み合わせの中でもなるべく大人っぽく綺麗に見えるような 着ここなしとというところをある程度は押さえておくとと良いのかなと思いますまたこういった T シャツ短パンみたいな着こなしってシンプルになりすぎてしまうのでその中でトレンド感というものをいかに出していくのかというところがテーマになっていくかなと思うんですがこれから実際に僕が着替えてですね具体的なコーディネートを3つご紹介したいなと思っていますので是非最後までお付き合いいただければなと思っていますそれでは早速いってみましょうはいということで着替えていましたどうでしょうか ま,あまず最初のコーディネートから解説をしますと上はですねグレーのユニクロ U の今季新作のですねエアリズム T シャツを着ていますそしてボトムスに関しては、えー、おなじみのですねグラミチのブラックのですねショートパンツを合わせています、まあ、これがですね一番涼しい着こなしかなと思います上半身が半袖の T シャツで下は短パンという着こなしですね、まあ、ちなみに足元また映ってなくて申し訳ないですが、えー、こちらはですねエアマックス 97ナイキのものを合わせています基本的にはですね色に関してはモノトーンで合わせているんですねグレーに対してブラックの パンツ、そして靴もですね、ブラックとホワイトで構成されているので、使っている色というのは基本的に2色のみなので、まあ、割とですね、半袖の T シャツ短パンというドカジュアルな着こなしの中でも、色というところでちょっと綺麗さだとか、大人っぽさというところを意識をしてみました。まあ、T シャツに関してはですね、結構ユニクロ U のものは今季たくさん色を買ったんですね。例えばホワイト、ブラック、 そしてこちらのグレーあとはですねララライトブブウウンンンととととかブラウンだとかあとピンクとかだあピクも買ったんですね、まあ、その中で色々と試してみたんですがこの短パンを基軸にしてどういったものが合うかなと考えてみたら意外とですねこのグレーの T シャツが一番しっくりときたんですね。 でですので結構夏場はですねこの着こなしで僕は行くことが多いのかなと思っています、まあ、T シャツ1枚の着こなしってどうしても退屈に見えてしまいがちなんですがこちらのユニクロ U の T シャツはかなりサイズ感もたっぷりとしていますよねこちらはですね通常の僕のサイズよりもですねワンサイズあえて大きいものを選んでかなりゆったりめに着ています袖も長めですし袖の幅も広めにできていますねあと身幅もたっぷりですし着丈も長いです、まあ、こののようなちょっとビッッグシルエト T 割と今っぽい雰囲気というのが一枚でも作りやすいかなと思っています一方で短パンに関してはあまり大きめのものを選ぶのではなくてジャストサイズというところを意識しています定番のグラミッシュのパンツというのはやっぱりバランスがいいですねフィット感もですね決してタイトすぎないしかといって緩すぎないので大人の男性にも使いやすい1本かなと思っていますちょっと僕はですねカスタマイズして裾の長さを1 5センチぐらい短くしているので通常のものよりは足さばきが良かったりするんですが ただ短くするとですね女性受けが良くないので、まあ、皆さんは特に切ったりせずにですね通常のグラミチのパンツで過ごしていただければなと思っています、まあ、短パンに関してはいろんなブランドから出していますしユニクロにもあるんですがここはやっぱりちょっと投資した方が大人っぽい雰囲気だとか上品さは出しやすいかなと思っています短パンのようなドカジュアルなものだからこそですね少し投資をしてみるといいかなと思いますのでグラミチの短パン是非皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています で、毎度のことですが、まあ、腕元ですね、ちょっと見ていただきたいんですが、腕元に関しては、こういった時計だとか、バングルだとか、指輪だとか、まあ、3点以内ですね、こういったものを足していただいて、少し着こなしのアクセントにしてもらうと良いかなと思っています。まあ、僕が今季ですね、一番楽したい時に着る着こなしは、この感じかなと思っています。どれも今でもですね、店頭で買えますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて2つ目のコーディネートをご紹介したいと思います。続いての手抜きコーデはですね、T シャツは今度ブラックにしていました。結構ですね、カジュアルな T シャツというジャンルでも、色をブラックにするだけで結構大人っぽく上品な雰囲気が漂いやすいかなと思っています。ですので今回はですね、T シャツをブラックにしてみたんですが、まあ、今季はですね、ユニクロ U の T シャツ、すごく良くてですね、何枚か買ったんですが、それと同時に僕はですね、ユナイテッドアローズグリーンレーベルの T シャツもすごく好きなんですね。 このブランドが毎年定番でやっているポンチ素材の T シャツというのがありましてこれがですねすごく上品で僕は気に入っているシリーズなんですねそちらを今季また1枚買い足したんですね、まあ、去年はですねネイビーを買ったんですが今年はブラックを購入しましたサイズに関してはいつも S サイズなんですけども今回はワンサイズ上げて M にしたんですけどユニクロ U の T シャツに比べるとですね多分フィット感はこちらの方がややタイトめというかジャストサイズに近いかなと思います ユニクロ U の T シャツの方が袖ももうちょっと長かったですし袖のゆとりもあったかなと思いますまあ身幅に関してもこちらの方がコンパクトなので割とですね大人の男性にも似合いやすいのはこちらのですねグリーンレーベルのポンチ素材の T シャツかなと思っていますでこのグリーンレーベルの T シャツとユニクロ U の T シャツの大きな違いというのはこのポケットがあるかどうかなんですね これがあるかどうかで着こなしのちょっとしたアクセントになったりするので僕はポケット付きのこのグリーンレベルの T シャツもすごく気に入っていますねポケットが付いていることでここにサングラスを入れることができるんですねサングラスをですねこのサイドの部分をちょっとちら見せすることで着こなしのアクセントにもできますしサングラスをふとかける時にも便利なので、まあ、こんな形でですね休日過ごすことが多いですねでパンツに関してはこちらも同じくですねグラミチのものを履いていますこちらは 今期購入したものなんですが、まあ、カーゴパンツのような仕上がりになってますね。 サイドにポケットがついていて、えー、フィット感に関しても先ほどのものよりは少しゆとりがあって今っぽい雰囲気が出てるかなと思います長さに関しては先ほど僕がカットしたので 1.5cm ぐらい短かったんですがまあこれぐらいの長さがですね一般的には使いやすいかなというふうに思っていますそしてもうちょっと軽快に履きたいなという方は一回折り返して履いてみるのもいいかなと思います、まあ、切ってしまうとねこの調整ができないので折り返しをしながらバランスをとってもらうのもいいかなと思いますこのように右 左で腿の見え方が違うだけでだいぶ印象は変わってくるかなと思っていますこのようなカーキのパンツというのはちょっとミリタリー由来だったりするので土臭いというか男臭い雰囲気があってそれが魅力ではあるんですが失敗するとですねどうしてもやぼったく見えてしまうんですねその点こういった色にはブラックを合わせて引き締めてあげるとバランスが取りやすいのかなと思っています先ほどのグラミチのブラックのパンツと合わせて上下ともブラックという着こなしも決して悪くはないんですがやっぱり季節感が漂わなくて重た 感じるので僕ははあええてて上半半身身と下でで色は変えるようにしていますで靴なんですがちょっと見えていないんですけどこちらの着こなしには僕はですね手羽のサンダルを合わせてなるべく軽快に合わせるようにしています、まあ、とてもカジュアルな着こなしではあるんですが T シャツの色で引き締めるだとかあえて柄を使わないことで大人っぽさを言って保つというところに意識をするようにしています、まあ、この着こなしもですね簡単なので皆さんにも是非お試しいただきたいなと思っています はい、着替えていました。ラスト3点目のコーディネートを解説したいと思います。今度の着こなしは上半身を白にすることで夏らしい清潔感だとか爽快な感じを出したいなと思ってこちらの T シャツを着ています。これはですね、先日グローバルワークで購入をしたワッフル地の T シャツになってるんですね。なかなか風合いがですね、動画では伝わりにくいかなと思うんですが先ほどの2枚の T シャツと比べると少し表面にですね、凹凸感があるんですね。ですので1枚で着ても退屈に 映りすぎななないいいののが非常に良いポイントなのかなと思っていますでシルエットに関しても少しこちらもゆったりめになっていますが今回はあえて S サイズでそこまで大きくしないようにしました通常の S サイズなんですけど身幅は少しゆったりめでもありますし袖もやや長めではあるので1枚で着てもですね様になりやすいかなと思っています上半身がが明明るるるるるくくなななとととパッと雰囲気も明るくなるのが分かかっていいただけるかなと思いますすごくですね爽やかな着こなしで僕の中でも気に入っているので是非皆さんにもお試してさい。 いただきたいなと思っていますそしてボトムスに関しては一番最初と同じですねグラミチの黒のパンツを履いています、まあ、ショートパンツに関してはちょっとですね背伸びをして良いものを買った方がこういった短パンスタイルには合わせやすいかなと思っていますできればですねネイビーですとかブラックのような濃い色と カーキのような変化球のあるものがあるとですねより使いやすいかなというふうに思っていますそして足元これもですねどんなものでも合うんですが今回はですねリビエアルのスリッポンスニーカーを合わせていますまあ、スリッポンというカジュアルなテイストの靴ではあるんですがネイビー単色になっているのでそこまで子供っぽくはならないかなと思っていますま全、あ、身がですねほぼ2色ですねホワイトとブラックまあネイビーもほとんどブラックと同じように見えるのでほぼ2色で揃えているので半袖短パンであっても でも一定の綺麗さととといいうところが担保できるかなと思っていますただこのような今日ご紹介しているスタイルというのは誰にでも似合うというわけではなくて割とです、ね、着こなしを楽しんでいる方だとかスポーツをやっている方だとか明るい雰囲気の方にはですねこういった半袖短パンのスタイルは似合いやすいかなと思います一方で結構真面目なタイプの方にはここまでカジュアルにしてしまうとどうしても違和感が出てしまうかなと思うのでせめてボトムスだけは長いパンツですね まあ、よく僕が動画の中で出しているユニクロのイージーアンクルパンツだとか、あとはグローバルワークのエアカルイージーパンツとかそういったものに変えてあげるだけで、今日の着こなしというところが再現しやすいかなというふうに思っています。まあ,あとはですね。こういったシンプルな着こなしはちょっと退屈になりがちなので、アクセサリーを添えてあげるのとまあ、サングラスですね。こういったものをかけながら少しですね。着こなしの中にアクセントにしたいだとか、眩しさをですね。軽減して夏らしい雰囲気を出してあげるのも良いのかなという風に思っています。 はい、ということで今回の動画では夏にですね、なるべく涼しく快適に過ごしたい場合に参考になるですね、具体的な3つのコーディネートをご紹介させていただきましたいかがでしょうか、まあ、どれもカジュアルなものではあるんですが、まあ、なるべく色の数を減らしてですね大人っぽく見えるように工夫したり着こなし自体をシンプルに振るようには意識をしていますそして着こなし自体がシンプルになりがちだという問題に関しては、まあ、上半身の T シャツのサイズ感を少しゆとりを持たせることでトレンド感を出した あげるとバランスが取りやすいかなと思っています。どれもですね、すごく簡単な着こなしだと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。 正直普段の僕というのは今日の3つのコーディネートの中のどれかをやってることが非常に多いですね。おしゃれに我慢は付き物だというイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですが楽して涼しくおしゃれを楽しむこともできるかなと思いますのでぜひ今回の動画を参考にしながら夏の着こなしをお楽しみいただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。